どうも皆さんはこんばんちは、アニジョです。アサシンクリードでやっていきたいと思います。せい、さあオリンピックに出場するね勇士を連れていくためにね、やってまいりました。なんかすげえ荒々しいね、その気象の持ち主らしいですよ、このテスティクレスで。それが原因でなんかそのこの離れ小島みたいなところにね隔離されてるっつー話らしいです。もう一杯だ、体力と気力の源だからな。なんかめっちゃ酒飲んでる、もしかして。テスティクレスだ、もう一口、そして訓練、これがコツだ。うお、勇士テスティクレスだ。めっちゃ酔っ払ってるけど。偉大なるテスティクレス様に何の用だ。俺は忙しいんだ。あんたをオリンピックに連れていく。オリンピック、よし、ついにこの俺が勇士。めっちゃゲロったぞ、なんてこったい。勇士になるぞ、このテスティクレスが。よし、出発だ。いや、今すぐは無理だ。訓練中なのがわからないか。それに、お前の船で行くってのは。オイルを持ってきたぞ。素敵な贈り物があるぞ。特別な交友だ。交友か、最高だ。キスしていいか。いや、しなくていい。あは、エリスで手に入る、これが恋だ。どうなんだろうね。さあこれだ、受け取れ。ああ、母さんが作ったのとそっくりだ。塗ってくれるか。バカを言うな、船に乗れ。いざオリンピックへ。みんながこの俺を待ってる。大丈夫なのか、あんなんで。ん、行かないのか。負けたら承知しないぞ。よくもまあこんなところで一人でね生活してましたね。しかしなんかこう新たに傭兵がブーンって来たってことは、完全にテスティクレスを狙う傭兵が来るってことだよね、これ。大丈夫なのかな。全員出航だ。テスティクレス、この海を渡れて光栄だ。フィジア大会での勝利がすごかった。そうだ、なぜ組み合わずに頭を蹴りに行った。なんとなく、そこで考えたのか。相手の守りを崩すのはいい戦術だ。やべえな、あの海賊船なんか見た感じでかくね。マジか、まんま来やがった。おやす、急速回答。やっせこの程度の船で私を倒そうとはね、甘く見られたもんだぜ。さあ向かおう。カイロで行くってのはなかなかいいね。みんな歌え。あの前のはなんだ、また海賊船かこれ。
海賊船だ。指を掴めよ。攻撃用意。てい。もっと取るんだ。スピードつけろ。まったく、すげえ勢いで海賊船出てくるじゃん。なんだなんだなんだあれ、なんか引っかっ強そうな船来ちゃったぞ。タイヤ取りや。なんか攻撃してこないじゃん。余裕だこれ。でか船。ウミツバメ。何だったんだ特に何もともなく倒してしまったな。いやー海は気持ちいいね。向こうにでけえ海賊船いるな。またで吹き飛ばせ。沈めろ。目障りであの小舟は。はっはっは。これが私の力だ。今はメデューサっぽいやつにしてんだよね、確か。船ちょっと変えてみる。さっき手に入れたのが、古きネレウス号ウミツバメ。あはあ、ちょっとかっこよくなる。またオッケーオッケー。あ、海ツバメになったわ。さすがに戦いすぎだよクエストはどうなんだ今。ギリシア中のアテナイのペンテコンタ。ペンテコンタはまだいなかったってことか。スパルタの船あと4隻だ。
アテナの部屋じゃやってもしょうがないな。ペンテコンターだがなんだかよく分かってないからな。でっかいやつなんだろうけど、この辺はなんかアテナイの船の数すごいね。掘ってティーよ、掘ってティーよ。出たよ、このポテトの歌。ポテト、ポテトをもっとよこせと。スパルタの船ないかな、スパルタの船。あと4隻沈めないといけないんだよ。ポテト、ポテト。オリウスあった。もう上げ。太陽だけ。もうちょいだぜ。よし、勝つのは俺だ。おお、しゃべり始めた。堂々と地に足をつけ、さらたちには失礼もしなず、我らが魂は高みへ至る。俺は死んだな。スパルタの地だぜ。やることがたくさんある。多くの道と出会える。ライフォーイメンソー到着だ。アルキビアデスと会話。アルキビアデスいんの。結構端っこの方でトンピョンしてたな、あいつ。何してんのお前。ようこそオリンピックへ。いよいよ祝祭が始まったよ。アルキビアデス、驚いた。服を着てるとは。お楽しみは後にとっておこう。なんだこれ。このままなんだ。なぜここにいる。あんたも競技に参加するのか、アルキビアデス。もちろんさ。想像つかないだろうけど、他の運動をたしなむこともあるんだよ。そうか。今年は誰が勝つ。誰が多く冠を獲得すると思う。俺だ。もちろんアテナイ人が才能を発揮するはずさ。メッセニアだろうな。潮風に頭をやられたか。いつもスパルタがバンクラチオンや他の競技で勝って。あと知ってるからなんだ。未来がどうなるかは分からないだろう。確かに。あの選手は誰だ。彼はあれはドリエウスだ。今の覇者さ、残忍で負けず嫌いだ。その上忍耐力もある。悔しかったりするか。それはどうかな。オリンピック行こう。さて、おしゃべりしに来たわけじゃないぞ。そうだね。もし個人的な練習相手が必要なら。痩せこけて当てない人がか。俺は勇士だぞ。ああ、いやまだだが、スパルタ万歳。筋肉は驚くほどのものだけど、頭はそれほどじゃないようだな。早く行こう。試合の前に香油を塗らないとな。ああ、準備のお手伝いができるならとっても光栄だとは思うんだけど。こ
交流がな、大好きなんだ。めっちゃ雨降ってきてる。そうみたいだな。わかるだろ。さあ来い、抱きしめてくれ。泳げるよな。あ、これで闘志の仲間入りだね。あいつが死んだなんて早すぎる。早すぎるぞ。俺をオリンピックに出場させるのか。死人の代役とはな。テスティクレスはまだ消化されきってもいないのに。さあアレクシオス、あなたの実力を見せてやって。戦う姿はさぞ美しいだろうね。パンクラチオンで戦うにはどこへ行けばいい。もちろんオリンピアの競技場さ。荒々しくて熱く震える試合を期待してる。死人が出ることもあるんだぞ。ここではパンクラチオン以外には何があるんだ。槍投げがある。当然あなたは槍方をよく知ってるよね。選手が長くて滑らかな槍をぐっと前。どこ見てんだお前。知ってる。他には徒競走、競馬もだね。会場の至るところで汗が滴り落ちてる。目と鼻の両方で楽しめるのさ。スパルタのために冠が必要だ。そのために出場しないといけないなら、そうしよう。試合はまだ始まらない。先に見物をしよう。停戦中のオリンピアには目を見張るものがあるぞ。いやいやいや、ヘロドト、少しは奴を助けるとかしてくれよ。瞬間的にいなくなったぞテスティクレス。マジかよ。オリンピアの谷は中央まで行かないといけない。どうもー、チャージアタック。もから一瞬で大犯罪者に。Oh!
よしよしよし、さよならだ。一瞬にして死体の山ができてしまったな。しかもただのここは砦があるぐらいの場所だよな、これ。ソラ、とっととオリンピアに出場しよう。あいつはエリスまで来たけど、なんだ結局、オリンピックの木を眺めることもなく死んでしまったのか。よーおい、私は馬に乗ってるとな、最強なんじゃい。これがオリンピアだ、覚えておけ。これなんだ、これ戦場流砂湾。盗賊がこんなとこのさばってんのかい。よと、38万、おお、危ない。弓矢は効かないぞ。こりでえな、お前も。ほんときな。捕虜解放、戦利品を獲得。あれか、まあ、ホールに関して言えばちょっとこれですかね。ああ、もう捕虜って感じじゃないね。干からびちゃってるね。あそこのカゴの中にいるかな。大丈夫か。あんだけ近くにこう味方いたのに普通に捕虜になっちゃうんだな。人間の尺度、ペロプス王国とかいうのがある。ここら辺にちょっとあれだね、ワープポイントを確保しとかないとね。さよなら。ダイナミックな動き方してたな今。さあエリスについてと、エリスの方向。はい。しょうがないね。どうも。この裏側か。いや、普通にあるな。はい。おい。さよなら。
でもないね。ここはもう OK ですね。肝心のワープポイントはこっちの上だ。さあ私に最高の栄養をくれ。イカロス待ってろ。シュイシュイシュイ、相当握力とか必要だよね。シンクロ。だよ。これか？違うな。バンクラ地方の主催者はエリスにいる。オリンピアンの谷の中央、ここか。バンクラ地方多分。もうワープしていっか。ね、あのワープポイント1個確保したからいつでもここに戻ってこれますからね。さあちょっとパンクラチオンしてくるわ。なんだろうね、パンクラチオンっていうその単語そのものが結構不思議な感じがするよね、日本人からすると。話をするか。話をしよう。そうだ、パンクラチオンだ。おう、変わってるかな、パンクラチオン。みんなパンチで戦うの、槍とか。はい、パンクラチオンで戦いに来た。冗談だろう。まだ来てないのはテスティクレスだけだ。代理だ。彼は海に、いや、調子が良くない。俺が彼の代わりに出る。わかったわかった、試合に備えろ。前代未聞だ。しかしパンクラチオンが中止になれば暴動になる。仕方ない、試合は間もなく始まる。行こう行こう。まあ、こっちとらね、決闘場で、闘技場で戦ってきた男ですから、パンクラチオンごときで遅れを取る私ではない。裸一貫だ、アレクシオス。運動ししかねえ。ようこそお集まりくださいました。この方をご紹介できることを嬉しく思います。カリアスです。強そう。競技場を制した王者。そして今ではここオリンピアで多くの尊敬を集める存在でもあります。金のベルトみたいの巻いてる。皆さん、私にとっても思い出深いこの競技を紹介できて光栄です。声に特徴があるな、カリアス。説明は必要ないでしょう。皆さんすでにお待ちかねだ。それでは大会の始まりです。虫けらのように潰してやる。いやいや、どう見ても君の方が。お前はここで終わりだ。いや、卑怯だぞって。一瞬だったぞおい。まだ始まったばかりだ。何？出場者の体が温まったところで、この強敵相手に何ができるか見てみましょう。イラスト。そうか、槍を手放してるから今何も技が使えない。細そうなの来たな。また幸運を。まばたきするなよ、すぐに終わるぞ。
った。ういうい。さあ、かかってこい。ういういうい。この謎の弾き。まさに神々への供物にふさわしい。そうでしょう。さあ、休憩の後はいよいよ最終決戦。ここまで力を見せつけてきたアレクシオスが現勇士に挑みます。その名はドリエウス。このまま行けばオリンピックの頂点も目指せるんじゃないか。模擬戦の腕なら確実に僕より優れてる。ソクラテスがもっとやる気出して相手をしてくれてたらな。アルキビアです。大丈夫か。デモファネスやカリアスと飲んでた。二人とも誉れ高いオリンピックの審判さ。ワインを飲みすぎたか。メディアの杯を受けちまった。メディアの杯、まさか毒か。一体どこで飲んでたんだ。オリンピックだよ、祝ってもいいじゃない。レオニダイオンに行ってたんだ。毒を盛られたならすぐに審判たちを探さないと。審判が毒を持ったっていうの。でも彼らはいいやつだよ。その中の誰かが持ったなんてとても思えない。祝宴は聖なる停戦を祝うために毎回開いてるし。見ててくれ、何が起きたか突き止める。この俺のためにオリーブの枝を広げよう。カリアスが何、コスモスのモントだったの。とんでも野郎じゃないか。確かに元勇士だな。で、長い試合。私にこの馬が必要なんだ。あっち側なんだけどな。宴会で誰かと会話。どうやらきな臭くなってきたね。でも誰か分かった時点でも普通に暗殺していいんじゃねえか感があるけど、そうそう表舞台には出てこないだろうし。ここがレオニダイオンか。本当に宴会開いてるね。ここか。停戦協定もなきに等しいな。誰か死んでるぞ。これは毒だな。やられたのはアルキビアデスだけじゃなかった。一体何が起きる。隣では結構普通に犬がいるけどな。これが証拠だ。食べ物とワインに毒を混ぜたようだな。なるほど。この食べ物、匂いは妙だが腐ってはいない。うん、
祝宴用の調達品一覧か。商人の名もある。このプリアムに会ってみるとするか。プリアム、すごい距離で賞金組がやってくる。違う、傭兵が。おいプリアム、お前からどこ持ったのは。さあ、いろいろと話してもらうぞ。勘弁してくれ、言われたことをやっただけなんだ。誰に言われた。しては死んでもらおう。あんたに用はない。俺が探してるのは首謀者だ。知らない、見たこともない。八百長を仕組むだけだと思ったのに、こんなことになっちまって、毒を盛られたって分かったんだ。友人のアルキビアダスが死にかけてるんだ。コロイボストリテだ。そこに解毒薬がある。まずはあんたが償え。誰であろうと償わせる。消えろ、二度とその顔を見せるな。ああ、ありがとうな。ここがお前の敵だ。コスモスのモントじゃねえかい。ほら、気な臭くなってきたぜ。さらにな。あ、もう普通にいるね、近くに。ほら、解毒薬だ。多分コロイボストリデにはもう俺行ってるんだよね。ワインを持ってくる。味を消さないと。ヒポクラテス並みの治療だな。どうやら早くも体力が戻ってきたみたいだな。早すぎる。パンクラチオンの最終戦があるんじゃないのか。行こう。復活スピード早かったな。この向こうに傭兵がいる。同じハンマー使いとして 100% の力で戦ってやろう。うるいい。はい、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 3回、4回、5回。なかなかこの5回の攻撃にね、耐えられないでしょう。さあ、会場にいるようだな。どうだよ、あやつは。お、正面からまた来るぞ。なんかバンクラチオン前にちょっと肩慣らしといこうじゃないか。うぃー、うぅ、うぃー、うぃー、2人目、そして3人目が目の前からやってくる。チャージ、エース。チャージ、うん、参加するなら今だぞ。
オーケー、パンクラチオン参加してやろう。正々堂々と奴を倒してやる。ドリエウスだ。かもヘラクレスの末裔を名乗ってる。なんだと？戦いの時だ。いつでもいい。オリンピックの王者と対決したことは？あるわけないだろう。だがここまで来た。お前じゃ無理だろ。油さえ塗ってないじゃないか。こういうならある。こういうならある。これは役立つかもしれない。香りもいいし、使うことにしよう。そこは別にいいな、いいんだ。リアクション的には。励ましに来たか？その通りだ。勝ったら一緒に夕食でもどうだ？終わったらあんたを探し出そう。申し出を受けるためにな。ああ。終わったらな。やつが最後の一人だからな、下のグループの。おお、油塗ってる。ほう、前よりいい匂いになった。そうだろう。戦いを終わらせよう。ヘラのために。栄えある新人がまさに強豪への階段を駆け上がっていますが、この男にどう挑むのか、お手並み拝見といきましょう。我らが勇士ドリエウス。どんなもんよドリエウス。おほほほ、マジラガーマンみたいな。骨のサイズが違うね。こいつ油塗ってなくね。死ね。おら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 、死ぬのはお前だ。この野郎、この野郎、この野郎、この、こっちゃ、こっちゃ、こっちゃ。おい。うわ、やるじゃねえ。うぅ、おい。うぅ、うれ。うぅ、おい。弱っ。ちょっと嬉しそうなんだよな。神々は優しく微笑む。そう、我らが勇士たちに。だが勝者と呼ばれるのはただ一人、スパルタ。イエー、ここに永遠の栄光。いや、まあ無事に勝てましたね。必殺技が強かった。ルルルー、パンクラチオン。パンクラチオンのなんか戦士たちみたいなのが増えたね。なんかで走ったりとかあるけど、パンクラチオンだけでよかったのかね、これ。まああいつ足速そうな感じじゃなかったけど。とりあえず申し出を受けに行くか。パンクラチオンはここだ。参加するなら今だぞ。いや、メン、申し出を受ける的なのなく、普通にステルスアタックしていいんですかね、これ。ここはなんか特に何もない感じかな。普通に倒しちゃっていいのかな、これ。あ、まあ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 、そうだよね。冠があれば国的にはいいんだよね。しょうがないな。チャージアックス。うわ、どっから飛び出したそれ。あら、こいや、うい、はい、どうも。
でもこれしばらくオリンピックなくなっちゃうんじゃないかってからここで暴れてるけど。さて殺害を確認して。これで済んでよかったな。きたー、スパルタ装備が揃ったぞ。これでアルタ装備は何が強くなるんだろうね。ウォリアアビリティ伸びるとかそういう系だっけ。いたぞ。ふい。えいや。チャージ。こいつちょっと強そうだ。ほい。そうだ、燃えてるぜ。これずるずる。オリンピアの血はやばいことになってるんだよ、俺のせいで。さて、これで無事にクリアしたわけで、あともう一つが、なんだっけな、戦争に勝てっつってたね、そういえば。戦争。戦争、戦争、戦争だーってやつ。そんな歌歌ってたよな。まあ、なので次回はちょっと戦争に勝つための何かを、クエストをクリアしていきたいと思います。次もお楽しみに。またなー。